買い物客のほとんどが手に取っていくのは卵、卵、卵です。卵の特売日を迎えた北区のスーパーです。こちらの卵の値段はご覧の通りですが、この量たくさん並んでいます。 S サイズ1パックで通常は税抜き198円の卵、特売日は168円で集客にも一役です。前から比べると量が多くなってきてるから、高くても買いますよね、やっぱり必要であればね。手には入りやすくなりましたよね。あの頃結構並びましたもんね。今年3月以降、高病原性鳥インフルエンザの感染確認が相次いだ道内。千歳市では道内で過去最大規模となるおよそ120万羽が殺処分されました。一時店頭から卵が消え、エッグショックと呼ばれる卵不足に。価格は一時1キロ当たり365円まで上昇しましたが、秋ごろから入荷が安定し、11月時点では275円と値下がり傾向です。全体的にはもう極端に高かったり、まあ、それから極端に安くなることもないですけども、ただやっぱり若い鶏なので、まだ産む卵ってやっぱり小玉傾向なんですよ。大きいサイズの卵はやっぱりまだ全土的に品薄な状態ですね。一時より手に入りやすくなった卵ですが、ここに来て不安の兆しも。特別天然記念物のタンチョウが生息する道東の鶴居村です。入り口には消毒マットが敷かれており、このように靴底を消毒してから入場する決まりとなっています。タンチョウも鳥インフルエンザが4例確認されていて、餌の周りに消毒液をまくなど厳戒態勢をとっています。道内では今シーズンに入り、野鳥からの鳥インフルエンザはすでに29例が確認。これは過去最も早いペースで、またエッグショックを引き起こしかねないと不安も広がっています。ホールの生クリームのものがやっぱりクリスマスには出るので、バームクーヘンにカステラ、ホールケーキなど、1日で使う卵の量は10キロ以上。札幌市清田区のこちらの洋菓子店にとって、卵は欠かせない材料の一つです。まさにクリスマスの準備が本格的に始まる店では、鳥インフルエンザの影響に気をもんでいます。今この時期にもしまたあのような状況になるっていうのは、まあ、本当にケーキ屋さんにとってはもう大ダメージで、本当にお菓子が作れないというか、ダメージが大きくなってしまうので、もうそれは考えたくないですね。食卓になくてはならない卵、今もエッグショックの不安と隣り合わせの日々が続きます。